また炎の勢いがちょっと弱くなってきたので最後の薪安定燃焼までの最後の薪を追加したいと思います。追加する前に空気を一旦焚き付けポジションまで開いてやります。そうすると炎が弱くなってきたからですねあのそうするとまた炎の勢いが元気になりますので。 炎のピークが過ぎたら次を入れるっていう形ですねで薪をちょっと崩してやってでこの薪がしっかり燃えてくれたらもう安定燃焼の温度になります 薪を入れたらすぐ空気を絞らないで薪の色をよく観察して薪の表面が黒くなるのを確認してから空気を絞る形になりますまだ炎の勢いすごくてびっくりするかもしれないですけれども薪が黒くなるまでは空気は絞りません 今きを投入し最後に投入した太いきを投入してそのきが黒くなりましたのでまあぼちぼき空気も絞ろうかなという感じですはいこれを焚き付けポジションからまたプラスのポジションまで戻してやりますそうすると 炎炎がこんなな感じののオーロラの炎になりますもう薪から離れて薪から出た煙がガスになってそれが土内で燃えているという燃え方になります。で大体今おおむね、まあ、1時間ぐらい、まあ、50正確には57分とか58分ですけれども大体いい今今現在。 薪ストーブの表面温度は180度ぐらいまあ、200度から220度がこの薪ストーブの適温なんですけれどもまあ概ねこれで安定稼働という形になりますで、えー、っとだいたいですねもうこの状態になったらもう薪の追加はそんな頻繁にする必要はなくなりますこの後の薪の追加は 1> 1時間に1回えっ、ー、とさっきせ一番最初に説明したそうですねこのぐらいの一辺6センチから7センチそのぐらいの薪きを2本ずつ追加していくっていう形になります。重さにしたら1キロが2本。1時間に1杯 1>, 1回 2, 2キロの薪を追加する1キロかける2の2キロの薪を追加という形になりますその安定稼働するまでは結構薪頻繁に投入しますしちなみにこう見るとですね焚き付け前にここに並んでた薪もうほぼほぼ全部使っちゃいましただからこのぐらいは焚き付けの時に薪使うっていうことになります 1で一回安定稼働したらその後は1時間に1回一キロの薪きを2本追加という形で安定燃焼する形になります。